上がるよ。ケアの選手です。さあカテゴリーマスターズワンでの登場です。スクワット第1試技150キロに挑戦です。いけるよ。スクワット、ラック判定。判定は、はい、白2つです。ということです。続いての重量160キロ バードローでロットナンバー47番大木本達夫選手。頑張れ。行けよ。行けるよ。さあ大木本選手、第1、第2と取って第3試技160キロ、さあ3本取っていきましょう。落ち着いて。はい、残念ながら失敗です。お疲れ様でした。続いての重量、続いての重量は80キロ、ラックの高さは90センチ。バードローです。80キロ、90センチ。バードローでロットナンバー47番大木本達夫選手。さあ大木本選手、さあスクワットの記録155キロに乗せて、ここからはい、よく聞いて、80キロからのスタート。さあ頑張っていきましょう。判定は、はい、白3つ成功です。続いての重量95キロ、ラック88センチ、ラックの高さは90センチ。バードローがロックナンバー47番大木本達夫選手。さあ大木本選手、ベンチプレス2本目85キロに挑戦。バードローです。さあ判定は、はい、白3つ成功です。続いての重量100キロ、三重県個人で参加です。重量は260キロからスタートです。はい、OK です。バードローです。バードローです。ロットナンバー47番大木本達夫選手。さあ大木本選手、ベンチプレス第3試技90キロの挑戦です。第1試技に挑戦でした。第2試技に挑戦。続いての重量102、バードローです。ロットナンバー47番大木本達夫選手。さあ愛知県ウィークキュア、
では白2つですね。続いて